こんばんは。起きたらカットリが理想。え、そう、スペインとドイツは寝るときに勝ってるといいなって思いながら寝て、起きたら勝ってた。そんな感じでした。誠之助さん、くまちゃん、ありがとうございます。え、あれだよね、予選っていうかさ、この前のやつはさ、リーグ戦だったけどさ、今回さ、トーナメントだからさ、一回負けたらもう、そのもうダメってことよね。結構シビアだね。よいしょ。こんばんは。勝っててほしいな。それはなおさら。トーナメントって結構残酷だよね。こんばんは。よいしょ。ちょっとすみません、洗い物します。最近手荒れがひどいんですよね。こんばんは。お腹すいちゃった。今日はね、最近その体質改善のためにずっとパンを禁止してたんだけど、今日はちょっと美味しそうなパン屋さんを見つけてしまったからメロンパン食べました。こんばんは。メロンパン食べました。甘やかしで。こんばんは。今日は筋トレしてやなきゃな、食べた分。でも今日もめっちゃ歩いた。そう、いっぱい食べる日はね、歩いて少しでも体にカロリーが残らないようにする。やちさん、金のアヒルありがとうございます。金のアヒルって何ギフト？わかんない。クリスマスに関連するものだとは思うけど、どういう文化なのかわからない。こんばんは。夕方に人を外で待ってたが来なくて、愛に歌いながら外で2時間待った。2時間は帰ってよくない？わかんない、仕事の商談とかだったらあれだけど、それか2時間待つんだったらさ、どっか店入ったらよかったのに。雨の中待つのはきつすぎるって。こんばんは。何の待ち合わせかわかんないけど、結んでるのもかわいい。そう、今日はキッチンの片付けしようと思ってたから、しやすいように後ろでくくってみた。よいしょ、よいしょ。すいたわね。よいしょ。こんばんは。あ、水こぼした。こんばんは。
もさ遅刻してくる人ダメなんだよな。まあその5分ぐらいのさ遅刻なら全然いいんだけどさ、30分とか遅刻されたら萎えちゃうな、帰ろっかなーってなっちゃう。晩ご飯はでも6時ぐらい、晩ご飯というか今日パン1個しか食べてないけど、6時ぐらいにパン、メロンパン1個食べました。こんばんは。サッカー見るんですか？いやさっきも言ったんですけど見ないです、あの寝ます。こんばんは。明日も朝早いんでね。こんばんは。そう、連絡なしで遅刻はなんか嫌とかいうなんか心配、なんか事故に巻き込まれたり事件に巻き込まれたんじゃないかと思って心配になる。そう、こんばんは。からまあ遊ぶ約束してる人が連絡なしで30分以上遅れてきてって感じだったら多分遊ぶのを考える、今後の関係を考えてると、あそういう遅刻する人なんだってこんばんは。じゃあちょっと私とは価値観合わないかなって。こんばんは。5分10分の遅刻はね、そう電車乗り遅れたとかさ、そういうのは別にさ連絡してくれれば全然いい。じゃあちょっとコンビニでコーヒーでも買って待ってようかなとか、連絡があればまあいいんですけどね。こんばんは。洗い物してるためにためてた洗い物をしてます。あー最悪、さっき汲んできた水のコップに指突っ込んじゃった、もったいな水、失敗した。こんばんは。洗い物と勘違いした、配信中に飲もうと思って汲んできた水こんばんは。みんなね遅刻はしないようにしましょう、当たり前のことだけど、当たり前のことってやっぱ一番大事だからね。よいしょ、こんばんは。こんばんは。よいしょ。さやが最近心がけてる、最近というか前からだけど、そのちゃんと念頭に置いてるのが、どっかで人と待ち合わせするときはまあ5分10分早めに着くようにして、誰かの家に遊びに行くときは5分10分遅刻していくっていう。そう、まあ、5分かな、10分遅刻すると遅いってなるから。そう、早めに着かない、ちょっきりか5分遅刻で行くな、人の家は。キリには絶対つかないように、あ、じゃあその早くはつかないようにしてる。よいしょ、こんばんは。仕事中は常に時間に縛られてます。それは社会人みんなそうじゃない、私もそうだし、基本的にはどの仕事も、まあ、フリーランスで完全にもうなんか自分だけでできる人は、でもそれでもさ誰かと契約するときとかさ、商談に行くときとかあるだろうから、縛られてない、一切マジで1ミリも縛られない社会人はいないんじゃないか。よいしょ、よいしょ。時間って大変だよね。
こんばんは。友達の家に行くのに遅らせるのはなぜなの？え、なんかさ、早く着くのはさ、失礼じゃん。その時間に合わせてさ、片付けとか準備とかきっとしてるだろうからさ。で、まあちょっきりがベストだと思うけど、その5分くらい遅れていくとさ、友達も安心やん。早く来られるよりは。こんばんは。11時に来るって言ってたから、11時に合わせてさ掃除してて10時50分とかに来られたらちょっと困るよ。あー、ちょっと外で待っててもらっていいみたいな。あ、フライパン置くところない。第3弾サリの部屋にメンバー来たことある？あー、この前の雫公演見てないな、オンデマとかで。よいしょ。うちはね、ゆうなちゃんとななすちゃんが来たことあるよ。よいしょ。その時なんかナスのやつ作ったのは普通になんかナスが旬の時だったような気がする。よいしょ。ちょっとっ買ってきたポテトのポタージュとかを定位置に配置するぜ。ね、こういうあのお湯で溶かすスープ系ないと凍え死んでしまいます。私はもうスープがないと生きていけない時期になってきちゃった。そのさ、自分で味噌汁作るのとか全然いいんだけどさ、その時間かかるじゃん。でもスープってお湯入れたら飲めるんだよ、マジで。スープで溶かす、違う、お湯で溶かすスープを発明した人にはマジで感謝を述べたい。よいしょ。こんばんは。よいしょ。で、この箱は解体。こんばんは。そう、温まるよねスープね。なんか寒いとこから帰ってきてさ、ちょっとスープ飲もっかなって。ブーンブーンブーン。よいしょよいしょ。ボールペンが埋もれてる。よいしょ。これは捨てて、よいしょ。湯冷めしませんか？湯冷めしないためにパーカーを着てるよ。
よっと。こんばんは。かわいい、ありがとう。これ何？あ、眼科の領収書だった。キッチンに置いとくなよっていうね。よいしょ。こんばんは。うわ、担々中華うまそう。これは LINE ギフトで誕生日プレゼントに友達からもらった担々麺。どうしよう、この大量のミルメイク、どうやって保管するのが一番スマートなんだろうな。なんか箱に入れとけばいいのか。サイズぴったり。賞味期限意外と短いんだな。かわいい。よいしょ。上乗せると忘れるかな、ミルメイクのこと。さすがに覚えてるか。これも誕生日にもらった干し芋。干し芋ここに立てかけとこう。絶対片付けたら忘れるから。よいしょ。よいしょ。お盆も片付けて。もう全然整理整頓してなかったか、やばい。こんばんは。いや忘れると思います。いや大丈夫です。なんでそうやってすぐバカにするの。みんなさえのこといつもバカにするよね。これも間違えて出した袋だろうな。ああ、これ支払い行かなきゃいけないやつ。よいしょ。ゴムゴム。これもゴミ。これ開封済みの封筒。こんばんは。これは何ですか？ああ、これは整骨院でもらった資料か。いらないな。こんばんは。21歳には見えませんね、色っぽい。さあ、いつも子供っぽいって言われるんですよ。珍しい。さあ、すっぴん赤ちゃんってよく言われるんですよ。珍しいこともあるもんですね。鍋キューブはどうしようかな。ここに保管しよう。うわ、めっちゃ匂いする。みんなこれ美味しいから、鍋するときこれで食べてみて。濃厚パイタンめっちゃ美味しいから。あーしのお気に入り鍋キューブ。ほら穴開いてる。これも穴開いてる。これも穴開いてる。これは開いてない。こんばんは。
しょ。お、綺麗になったんじゃないか、キッチン。だいぶだいぶいいぞ。よいしょ。なんかさ、そやキッチンをきれいに保ちたい人なんですけど、まあキッチンは友達なので、よいしょ、なんですけど、その玄関から部屋に行くまでにキッチンをこう通るじゃない、廊下にあるから。だからさ、そのもらってきたさ紙とかさ、あの郵便物とか一旦キッチンに置くからさ、定期的に片付けない、一回置くなよって話なんだけど、定期的に片付けないとなんかね、物だらけになるんだよね。でコンロ2つあるのに1つしか使えないみたいな、バカみたいなことをしているんだよ。まずキッチンに物を置くのをやめましょうってところからね始まるんですけど、ペットボトルどこに入れようかな、一旦これいいか。よいしょ。容器ですね。えい。うわあ、キッチン綺麗。久しぶりに片付けた。ずっとサボってた。よくないですよ、本当に。片付けましょう。よいしょ。ゴミ袋もセットしておきます。イエー、完璧や、完璧や。待ってさ、こっちにいるのあと2日間でしょ。ほうれん草とレタスがいるから、明日ほうれん草とレタスのスープ2袋。オッケー、明日のメニュー決まった。よいしょ。ちょっと待って、腕時計してないから今何時かわからん。よいしょ、11時11分ね。まだ全然時間あるか。よいしょ、今スープ作っちゃうか。そしたら明日すぐ飲めるね。そうしよう。玉ねぎも入れよう。あー、そしたら野菜室がすっからかになる。よいしょ、こんばんは。さーて、鍋で作ろう。夜のお鍋作り。12月8日の公演は出ませんか。え、出る人って名前書いてあるんで、出演メンバーを見てほしいんですけど、出ますよ。どうして出演メンバーを見ないで質問するんだ。見てくれよ、もっと私に興味を持って。よいしょ、レタスちぎります。
うだね、そういえば明日の朝食なんもないから明日このスープ飲もう。朝朝から野菜スープだなんてめちゃくちゃ健康になっちゃうじゃん。よいしょ。明日は朝配信しないかな。明日は朝配信しないかな。27の品川チケ取りました。あ、ありがとうございます。年末のイベント、そう年末イベント出ますんで、みんなよろしくお願いします。ぜひ聞いてね。多分年内最後のお仕事じゃないかな、それそのイベントが。そう、よいしょ。年始の NPP は出ないんで、年始はちょっとゆっくりめな気がする。よいしょ、こんばんは。まあ27も年末早いですけどね、仕事納め。全然わかんない、仕事本当に仕事納めかわかんないけど、多分ね、多分ね。こんばんは。なんかスープにするとレタスってさ、めっちゃいなくなるからめっちゃ入れよう。よいしょ、こんばんは。よいしょ、こんばんは。朝早くからさ稼働してて、朝早くにコンタクト入れたから目がしょぼしょぼしてきた。レタスはチャーハンにしたら消費できるよ。え、じゃあレタスをいっぱい消費したいなんて言ってないよ。え、全然言ってないよ。レタスはこんなもんでいいかな。むしろレタス足りないと思ってるからね。よいしょ。でも刃物って火通すとマジでかさ減る。全然いなくなっちゃうんだよな。こんばんは。切り玉ねぎ切ろうか。よいしょ。よっ、玉ねぎ丸々1個いっちゃおうっと。
こんばんは。でもさ、今年まだ鍋一回もやってないかも。一人で鍋やんのもなと思ってさ、あんまやってないね。食べたいんだけど。そうそうそう、土鍋出すか。一人用の土鍋。鍋好きすぎてちゃんと買ってあんの偉くない？いつでも鍋できるように。こんばんは。土鍋でも出して。次愛媛から帰ってきたら鍋やりますかね。よいしょ。髪型かわいい、ありがとうございます。よいしょ。今日鍋食べた。うわ、いいな。今日朝はメロンパン食べた。一人鍋食べたいと思うけど実行に移せず。え、でもめっちゃ鍋ってさ、その調理めっちゃ楽じゃん。切って入れてあと火にかけといたら食べれるからさ、めっちゃ楽に野菜いっぱい取れるし、あったまるし、美味しいし、お腹たまるしみたいな。めっちゃいいよ、おすすめ。一人鍋おすすめ。まあ最近やってないんですけど、私もまだこの冬鍋が必要だとは思ってないので。ねえ、この玉ねぎ涙出るタイプかな。これさ、1袋3個セットの玉ねぎだってさ、1個目の玉ねぎがさ、めっちゃ目にしみるタイプだったので、2個目はしみないタイプだったの。さあ今回はどっちなんでしょうか。個体差あるんだよな、玉ねぎって。こんばんは。ツヤツヤで可愛い。ありがとうございます。嬉しい。割と気使ってます。あー、今日は大丈夫な玉ねぎっぽい。大丈夫でした。生き延びた生き延びた。でもこれみじん切りにしたら多分ちょっと涙出てたかなぐらいの玉ねぎですね。ざく切りだったから命拾いしたみたいなところはある。こんばんは。開かない、ほうれん草の袋。見てみるか、何があるかな。鶏肉があったら入れようかな。確かにね、全然入れる気なかったけど、最近肉食べてなさすぎてやばいこの前お弁当に入ってた鶏ハムみたいなやつしか最近まともに肉食べてないかも。良くないね。別に何もないけど、ただ食べてないだけなんだけどこんばんは。一回このタイミングで洗うか。ほうれん草って結構土ついてるからさ、しっかり洗わないと土食べることになるんだよね。それをまあできれば避けたい。よいしょ。こんばんは。やばい、鍋がパンパンや野菜でパンパンや。
すごく止まって。最近さえが食べたいものはパスタだね。別にうちにパスタ麺あるから作ろうと思えば作れるんだけど、パスタ食べたいな、クリームパスタ食べたいなって最近思うんだけど、クリームパスタって脂質が高いから我慢してる我慢してる。こんばんは。潰して。こんばんは。クリームパスタね、最近好きなんだよね。なんか一時期和風パスタにハマってた時代もあったんだけど、最近はもうもっぱらクリームパスタ一強時代が来てる私の中で。お肉見ます。何のお肉いるっけな今うちには。あー鶏肉はちょっと不在ですね我が家今。残念落選です。お肉なしでお肉なしで。見てこのサイズの鍋にさ野菜こんなこんもり、すごくない？野菜たっぷりだ。ほうれん草玉ねぎのスープって何を作ってますか？もう正解書いてあるくない？ほうれん草と玉ねぎのスープを作ってるんだよ正解もう出てるよ。よいしょ。でもこれ火通すと多分かさ半分ぐらいになる。野菜っていうのはそういうものなのです。よいしょ。この鍋どんぐらい水入るんだろう。全然水が見えてこない。3412、1200入れてるわ。よいしょ。こんなもんでいいかな。1500にします。今日の量は。でここでですね、さっきのね濃厚パイタンですよ。これ入れると美味しいんだから。これでスープにするとめちゃくちゃ美味しいです。おぬぬめ。すりごまとラー油を加えれば担々麺風に、担々風にって書いてあるから味変でやろう今度よし。お
お鍋に蓋をします。大輝こんばんは。無水カレーってさ、トマト缶入れるじゃないですか。トマト缶が入ったカレーあんま好きじゃないから作ったことないんだよね。そう、普通のカレーが好き私は。あと食べきっちゃわなきゃいけない食材ないですもんね。最高じゃん、いい感じ。こんばんは。お家に着いた。こんな遅くに？お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。え、トマト缶は嫌いじゃないよ。違う、みんなさやの話をもっとよく聞いてくれ。トマト缶が入ったカレーが嫌いなだけ、嫌いでもないけどあんま好きじゃないだけで、トマト缶は好きなんですよ。もうみんな話をちゃんと聞いて。トマト缶は好きなのよ全然。あのラダトゥーユとか作るときトマト缶とか使うけど、あれは好きなのよ。そうそうそう、思想が強いの私とカレーに対しての、カレーに対しての思想が強いのよ。カレーはオーソドックスカレーかもしくはインドカレーが好きっていう。こんばんは。パスタのトマトソース、え、だからそれは好きだって。トマト缶が入ったカレーが嫌いっていうか好きじゃないだけだから。こんばんは。カレーへの思想強め。カレーが好きすぎるがあまり熱量が。こんばんは。あ、もう11時半か、そろそろ終わりにしますかね。この葉っぱがクタクタになるのは当分先なので、明日の最高の朝ごはんになるぜ。寝ますか。正直ね、まあまあ眠いよ今。ちょっと水、とりあえず水汲んでくるわ。うま、ただの左右。ただの左右うま。ちゃんと自分で料理してて偉いな。え、逆にさ、私さ、あんまりコンビニのご飯なんかあんまり、なんだろう、食べきる頃にはうーんってなっちゃう。最初の一口目は美味しいかもと思うけど、そうだから自分で作ったご飯もしくは、まあ、外食が好きなんだけど、でも外食ってお金かかるじゃないですか。なんか自炊、コンビニとかスーパーで惣菜を買う外食の順にこう高いじゃないですか、値段って。だからやっぱお財布を覗くと、あ、自炊だなってなるし、自炊がまあ料理するの好きだから、料理するのも好きだし、スーパーに行って今日はこの野菜が安いからとりあえず買って、お家帰って何作るか考えようみたいなのも好き。そう、こんばんは。スーパーで買い物するのも好き。でもスーパーで買い物したものをスーパーから家まで持って帰るのは好きじゃない、重たいから。重いんだよな。
なんかさ、実家に住んでた頃ってさ、車移動が当たり前だったからさ、スーパーって大変なものと全く思ってなかったの。なんかそれこそカゴ、ビニール袋が有料になってからはカゴを持ってって、マイカゴで買ったものをそのお店のカゴから自分家のカゴにこうやって移してさ、それで車に乗せて帰ってたからさ、めっちゃ楽だなって思ってたけど。一人暮らしだと車ないとスーパーの買い物も一苦労や。こんばんは。なんか本当はさ、週1とかでさ1週間分買ってさっていうのが一番安く済むんですよ。でもそんな1週間分なんて買えないから、結局いっぱいスーパーとか行っちゃって高くなっちゃうとかはあるよね。自炊って意外と割高がありますか？いや、ないです。自炊の方が高くつくって人は多分やりくりがねまだ苦手なんだと思う。そう、自炊は上手にやったらめちゃくちゃ安いで。いやでもこれを主婦っていうのは多分ステレオタイプの考え方ですよ。今は男性でも料理する人なんてたくさんいるし、一人暮らしでも料理上手な人なんていっぱいいるから、これを主婦っていうのはステレオタイプの考え方だよ。チッ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 。ミルクや水など液体物使うと途端に重くなる。わかるさ、牛乳だけさ、低脂肪乳だからいつも低脂肪乳がね、なんでかわかんないけど、うちの近所だとスーパーよりコンビニの方が安いんですよ。そうだから、なんか仕事の帰りとかに低脂肪乳買って帰る。牛乳だけ、もう1本だけ普段のスーパーの買い物と一緒に買うと重くて持って帰るの嫌になっちゃうから。そうそうそう、アナログ人間なもんで。じゃあアップデートしていこう。アナログ人間だからって言い訳してると取り残されていっちゃうから、これを機にどんどんアップデートしていこうぜ、価値観。こんばんは。なんか腰痛いんだよな。なんで腰痛いんだろう。腰っていうか骨、腰の骨盤の骨めっちゃ痛い。これなんでなんですかね。痛すぎ。低脂肪乳の牛乳買いましたよ。見てほしい、セブンイレブンの低脂肪乳帰り買ってきましたよ、雨の中うわ雨降ってるって思いながら牛乳買いました。よいしょ。これじゃないな、これを刺してみるか。まだまだお湯が沸いてないでござるな。ということで、ぼちぼち終わりにしますかね。また明日お会いしましょう。そう、明日カフェオレも作れるし、ミルメイクも飲める。最高やん。牛乳があるだけで生活は豊かになるんだから。明日は卵買うんだ。卵はある程度賞味期限持つから、愛媛から帰ってきても食べれるから、卵買っとこう。卵が食べたいんです。ということでランキング見ます。
13位ケンケンさんありがとうございます。12位高信さんありがとうございます。11位ケロンさんありがとうございます。10位アリサちゃんありがとうございます。9位マンダリンさんありがとうございます。8位バイコゾウさんありがとうございます。7位ヒラリンさんありがとうございます。6位ワサッピさんありがとうございます。5位カボチャ先生ありがとうございます。4位ヤスさんありがとうございます。3位マコトノスケさんありがとうございます。2位ヤチさんありがとうございます。1位はトメさんありがとうございます。イエーイ、みんな遅い時間までありがとうございました。またね、バイバーイ。